はいどうも、ご安全に。青函溶接職人カジチャンネルのカジです。冒頭でもちらっと出ましたが、今回は螺旋階段の作り方を紹介します。というのも、視聴者さんからのコメントで以前螺旋階段の毛描き方を教えてくださいという書き込みがあり、リクエストにお答えするのも初めての試みで面白そうだなと思ったので、今回は螺旋階段の作り方について解説しようと思います。皆さん、螺旋階段って作ったことありますか？私はオイルタンクの外側に取り付く螺旋階段は作ったことがあるんですが、歩道橋などに時々あるようなくるくる螺旋階段は作ったことがありません。作り方としては、オイルタンクの側に取り付く螺旋階段と360度の螺旋階段は基本考え方は同じなので、今回はくるくる螺旋階段を解説していこうと思います。そして画用紙とラップの芯で実際に作ってみました。そちらの動画もあるので、奥さんとか子供さんにちょっと螺旋階段作ってよって頼まれた方がいらっしゃれば、この動画を参考にしてみてください。そしてこの動画を見つけてくれてありがとうございます。あなたのコメント、チャンネル登録、高評価が私のモチベーションです。質問感想何でもいいのでコメントいただければ幸せます。それでは螺旋階段の作り方、早速行ってみよう。はい、まずは螺旋階段の概要について解説します。螺旋階段は写真のようにくるくる回った階段です。この螺旋階段は一見スクリューのようにひねっているように見えますが、実際はひねってはいません。簡単な図を描いてみました。図のようにパイプを二重に配置します。横から見るとこのようになります。その間に螺旋状に階段があると思ってください。外のパイプを螺旋状に、この図なら赤い線を切断したものが螺旋階段というわけです。最初に螺旋の説明をします。螺旋を展開すると直線になります。この図を見てください。30度で200上がる螺旋です。この螺旋をそれぞれ展開するとこうなります。直線になりますよね。横軸に円周、縦軸に上がる高さを表していますので、斜めの線が螺旋の線になります。このように螺旋を展開すると直線になります。この線を描けば OK です。では早速製作の段取りを解説します。内側の外と外側の内に毛描きを入れます。今回は内パイプの直径を 300mm、 外側の直径を内寸 2000mm として解説しています。皆さんが実際に製作する際には図面に従って毛描いてくださいね。まずは内側のパイプに毛描きます。円周に30度回ると200上がるように毛描きを入れていきます。イメージにはなりますが、実際に工作してみますね。このようになります。実際は竹刀やシートなどで交点を直線で結ぶと螺旋が毛描けます。ここに踏み板を毛描きます。次に外側です。
この板は展開するとこのようになります。この形は外側から見た形なのでひっくり返して内側に毛がきます。今回は計算するのに分かりやすいように板厚を10ミリにしているので内径2000ミリの板厚が10ミリなので板の芯で展開すると2010×π イコール 6314.6 となります。この図だと円周がこの寸法になります。板の展開の仕方などはナンバー4の動画図面の読み方展開編1で解説しています。概要欄にリンクを貼っておきますのでわからない方は見てくださいね。話を戻します。外側の板は一見フラットバーのように見えますが実際はこのように板に斜めに毛がいて考えると分かりやすいですね。今回の場合外板の幅はこの線に直角に交わるこの寸法187が幅となります。計算で出す場合の計算式はこうなります。円周長の30度の寸法が 526.2mm です。高さが200なので角度は 200÷526.2 イコール 0.3800…。 これをアークタンジェントに入れると 20.8 となりここの角度は 20.8 度です。ここの寸法と角度が出ているので板の幅は 526.2×sin20.8 イコール187となります。この板に青線の踏み板の毛書きを入れましょう。イメージはこのような四角の板のこの部分だけ使うというイメージです。考え方としてはこのようになります。この青線の毛書きを入れればいいということです。ここの寸法は 526.2÷cos20.8 イコール 562.9 なのでこのピッチで毛書きを入れます。角度はこの角度で毛書きましょう。自由スコヤなんかがあれば毛書けますがこの寸法も 562.9 と同じなので自分に合った毛書き方をしましょう。側板の曲げですがローラーに対して斜めに曲げることになりますので注意が必要です。踏み板の毛書き線がローラーに対して直角になるように曲げます。なので曲げるとどんどんずれていくことになります。ずらしつつ曲げることが必要となります。踏み板は上から見たまま扇状になります。図で書くとこのような感じです。今回の場合の寸法はこうなります。毛書きや下ごしらえ曲げが完成しましたので組み立てていきます。内側のパイプの毛書きに合わせて踏み板を仮付けしつつ外側の板を毛書きに合わせて仮付けしていくといいでしょう。自分が制作するなら全体的に水平を出して組むと毛書きとのダブルチェックになるのでいいと思います。画用紙でミニチュアを作ってみました。
いかがでしたか？奥さんやお子さんなどにちょっと螺旋階段作ってよって言われた時なども作れますよね。今回はコメントでご要望のあった螺旋階段を解説してみました。質問や感想、ご要望等ありましたらコメントください。面白そうだなと思った時は動画にしてみようと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、ご安全に。